イレーヌ・ジョリオイコール・キュリー。イレーヌ・ジョリオイコール・キュリー。1897年9月12日から1956年3月17日は、フランスの原子物理学者。父は、ピエール・キュリー。母は、マリー・キュリー。妹は、エブ・キュリー。パリに生まれ、パリ大学で、ポロニウムのアルファ線ンに関する研究で学位を取得。1926年、母。 マリーの助手だったフレデリック・ジョリオと結婚。1934年に P を合成し、1935年人工放射性元素の研究で夫フレデリックと共にノーベル化学賞を受賞した。1897年、父ピエール・キュリー、母マリー・キュリーの長女としてパリで生まれた。当時、両親は放射性元素の発見に取り組んでいる。 最中であり、イレーヌが生まれたのは二人がラジウムを発見する前年のことであった。イレーヌ誕生後、両親は夜になるとイレーヌに付きっきりとなり、マリーは娘の成長を日記に綴った。しかし日中はマリーもピエールも実験で忙しかったため、三人が一緒に過ごす時間は限られた。そのためイレーヌは同居していたピエールの父親である医師のウジェーヌ・キュリーと過ごすことが、 多かった。幼い頃のイレーヌは、父、ピエールを、ペ、ピー、母、マリーを、メ、エムと呼び、母親に対する独占欲が強かった。その当時に、キュリー家を訪れた知人は、マリーやピエールと話をしていると、イレーヌが、自分のことも構ってほしいと、たびたび主張してきたことを実0回している。また警戒心が強く、他人とはあまり打ち解けない性格だった。 1903年、両親がノーベル科学賞を受賞し、時の人となった。家には連日取材陣が押し寄せ、当時6歳だったイレーヌも取材の対象になることがあった。1904年、妹のエーブが生まれた。1906年4月19日、8歳の時、父ピエールは馬車に轢かれて死亡した。イレーヌはマリーから、父は頭に怪我をしたから会うことはできない。 と告げられた。イレーヌははじめ、その意味することが飲み込めなかったが、やがて理解し、泣きながら、母親のもとへと駆け寄った。ピエールの死によってマーリーは、非常に大きなショックを受け、しばらく立ち直ることができなかった。その年の秋、マリーは、ピエールの思い出が残る家に住み続けることは、できないとして、娘二人とギフ・ウジェーヌと共に、宋へと引っ越した。なお、 イレーヌ自身は、後年、幼い頃のことはよく覚えておらず、両親と一緒の生活についてもほとんど記憶にないと、述べている。1906年11月、マリーは、ピエールの後を継ぎ、ソルボンヌ大学の講師となった。初回の講義にはイレーヌも見学に訪れた。イレーヌは、パリ天文台近くにある、私立学校に通っていた。しかしマリーは、 フランスの中東教育に不満を持っていたため、イレーヌを中学に入学させなかった。そのためイレーヌは家で祖父、ウジェーヌの教育を受け、特にビクトル・ユーゴーなどの文学について多くを学んだ。ウジェーヌはその後のイレーヌが抱くことになる政治的な思想などの面で大きい影響を与えている。また、一時期はポーランド人の家庭教師がつけられ、 妹エーブと一緒にポーランド語を学んだ。さらにイレーヌは十人ほどの生徒と一緒に組合学校と呼ばれる授業に参加した。これはマリーが知り合いの学者と協力して作り上げた教育方法で学者自身が先生となってそれぞれの好みに合わせた教科を教えるというものである。物理はマリー・キュリー。科学はジャンペラン。数学はポール・ラン・ジュァンが担当し。 生徒たちは、それぞれの家や研究所を移動しながら、授業を受けた。この組合学校は2年ほど続いた。一方でマリーは、教育において、体育を重視すべきだという考えを持ち、娘たちに水泳、自転車、乗馬、登山などを体験させ、当時珍しかったスキーも体験させた。イレーヌは、私はフランスで一番古い女性スキーヤーだったと、述べている。 旅行などで母親と離れている時は手紙によって交流した。1907年にイレーヌが出した手紙にはすでに数学の問題に関する記述があり、母と娘の数学への意識の高さが伺える。また、祖父ウジェーヌとも手紙をやり取りした。1909年に出した手紙でイレーヌがあなたの小さなつまらないイレーヌと署名すると、ウジェーヌはお前はつまらない小さなイレーヌではない。 私の大きなイレーヌだ、と返している。ウジェーヌは1910年2月、闘病生活の末に82歳で亡くなった。組合学校を終えたイレーヌは、大学入学資格試験の2年前になって、セビーニ学院に入学した。この学校を選んだのは、母、マリーの意向で、講義が少なく自由が多いことと、近代的な教育がなされていたことが選んだ理由になっている。 学校では、数学と物理で特に優れた成績を収めていたため、同級生に対して授業することが許されていた。1910年から1911年にかけて、マリーは、フランス科学アカデミーの会員選挙にあたって、反対派から、中小記事を書かれるなどの被害を受けた。さらに1911年、マリーとポールランジバンとの男女関係が取り沙汰され、週刊などで、 マリーを非難する記事が次々に書かれた。こうした報道は、マリーはもとより、イレーヌの心をも苦しめた。一方、同じ1911年にマリーは二度目のノーベル賞を受賞した。スウェーデンで開かれた受賞講演にはイレーヌも同行した。ここでイレーヌは、他の科学者から敬意と称賛を受けるマリーの姿を見て、母の権威や知名度、科学の価値を知った。 1914年夏、ヨーロッパの情勢が悪化してくると、マリーは、イレーヌと、英英部を、ブルターニ北部のラルクウェストへと送った。その後間もなく、第一次世界大戦が開戦した。イレーヌは、パリに残った母親と手紙でやり取りしていたが、数週間後、パリへの侵攻がなさそうだということがわかると、マリーは娘たちに、パリに戻る許可を与えた。対戦中。 マリーは負傷者を治療するため、放射線治療者を用意して、各地を回っていた。イレーヌもパリに戻ると放射線治療の方法を学び、1914年11月からマリーの助手として治療に当たった。この時、イレーヌは17歳だった。人材不足だったこともあって、イレーヌはやがて一人で X 線検査の仕事を任されるようになった。また、イレーヌはマリーと共に、 X 線撮影日誌を要請するための任務にもついた。さらにこれらの仕事の合間を縫って、学士法取得の準備をした。1918年、第一次大戦が終わると、イレーヌは、マリーの研究所に、マリーの助手として入った。イレーヌはそこで初めに、鉱物中の塩素の原子量を求める実験に、取り組んだ。イレーヌは研究所の中でも、数学や、 物理の知識については目立ったものがあり、その落ち着き払った性格や、常に所長であるマリーのそばにいて優遇されていたこともあって、同僚からは王女と呼ばれたりもした。当時、研究所には放射性物質であるラジウムが1ムしかなく、マリーはその不足に頭を抱えていた。しかし、アメリカの人々による募金によって、ラジウムが無償提供されることになり、 1921年、マリーはイレーヌとエーブを連れて渡米した。そして、アメリカでマリーは大歓迎を受けたが、連日の歓迎行事にマリーは疲れ、体調が悪化してしまった。そのため、イレーヌやエーブがたびたび代理で出席して挨拶などをした。イレーヌは、このアメリカ旅行でニューヨークの光景やグランドキャニオンなどを見て感銘を受けた。帰国後、 イレーヌは、マリーと共に研究を続けながら、学位取得のための準備をして、1925年3月に試験を受けて、学位を得た。この時発表した内容は、ポロニウムのアルファ線についての研究で、会場となったソルボンヌ大学の行動には1000人もの聴衆が訪れた。有名なマリー・キュリーの娘であるイレーヌの学位取得は、大きな話題となり、フランスのメディアのほか、 アメリカのニューヨークタイムズなどでも報じられた。この時、科学の道を進むことは女性にとって負担にならないかと記者に問われ、それに対して自分は科学への適性について男女に差はないと思っていると答えている。取材が相次いだため、マリーはイレーヌを連れて一時アルジェリアへと旅行に出かけた。1925年、マリーの研究所に助手として、 フレデリック・ジョリオが雇われた。これは、ポールラン・ジュバンの推薦によるもので、当時フレデリックは25歳だった。イレーヌとフレデリックはやがて親密になり、1926年10月に結婚した。結婚の儀式はせず、二人とそれぞれの家族は、商人と一緒に昼食を食べ、午後からは通常通り仕事に戻った。イレーヌはやがて妊娠したため、 診察を受けに行くと、医者から、肺結核の症状が出ていると告げられた。これは、母マリーがイレーヌを産む時に診断されたのと同じ、病気だった。イレーヌは1927年9月17日、長女のエレーヌを産んだ。イレーヌは後にこの出来事について、私にもこんな素晴らしい体験ができるのに、もしこの世に子供を送り出していなかったとした。 こういう体験をしなかったことを一生悔やむでしょうねと述べている。医者はイレーヌに肺の状態が悪いので静養してもう子供は産まないようにと告げたが、イレーヌは育児の傍ら仕事にも復帰し、1932年には長男のピエールを産んだ。結婚後、イレーヌとフレデリックはジョリオイコールキュリーという性を用い、共同で研究成果を発表していった。 二人の研究はフランス国内外から注目されるようになり、1933年にはソルベイ会議に出席して発表した。1934年1月、二人はアルミニウムの白片にアルファ粒子を衝突させる実験において、アルファ粒子の発生源を取り去った後でも、引き続きマイガーカウンターが反応することを発見した。 すなわち二人は初めて人工的に放射能を作り出したことになる。二人は早速マリーに電話した。数時間後、マリーは承認役のランジュバンと共に実験室にやってきてこの現象を観察し、大いに喜んだ。翌1935年、この研究によっている N はフレデリックと共にノーベル化学賞を受賞した。しかしマリーはこの受賞を見ることなく、 前年の7月に亡くなっていた。また、イレーヌ自身も1934年から、肺結核の治療のため、毎年一定期間は、山で静養することを強いられるようになった。マリーは、生前、自分用とジョリオイコールキュリー家用の2軒の家を建てる、目的でアントニーに土地を取得していた。イレーヌとフレデリックは、ノーベル賞受賞後、その土地に家を建て、 マリーが住むつもりだった土地はテニスコートとして使った。1934年頃、イレーヌはフレデリックと同じく反ファシズムのデモに参加した。マリーの死後はさらに政治活動に積極的になり、1936年にレオン・ブルム内閣が誕生すると、ブルムからの依頼により科学担当国務次官に就任した。フランスにおいては初めての女性閣僚だった。 ただし、イレールは、この地位に就くことで研究に割く時間がほとんどなくなってしまうこと危惧して、当初から期間限定という条件でこの職を引き受けており、実際、就任から数ヶ月後に辞任した。研究面においては、ノーベル賞受賞後にフレデリックとの共同研究は終了し、1936年、母の後任として、パリ大学ソルボンネコ教授に就任した。 イレーヌはそこで講義をする傍ら、引き続きラジウム研究所でも研究を続け、核分裂に関わる研究に取り組んだ。一方でフレデリックはコレージュドフランスの教授になった。1939年、第二次世界大戦が開戦し、1940年、パリはドイツ軍に占領された。イレーヌはフレデリックと共にフランスに泊まり、 レジスタンス運動に参加した。フレデリックはさらに、フランス共産党にも入り、一度は逮捕された。戦争中は、食料を不足などが響いて、イレーヌの結核は悪化していった。そのため、毎年のサナトリウムでの生活も次第に長引くようになってきた。政治状態が安定しない中で、夫や子供と離れることになる、サナトリウム生活はイレーヌを不安にさせた。 1944年、フレデリックはレジスタンスグループである大学人国民戦線の責任者になった。このことによって身の危険が大きくなったフレデリックはイレーヌと子供二人をスイスに逃亡させることした。イレーヌは長女エレーヌのバカロレア二次試験があることを理由に反対した。そのためイレーヌと子供二人は一旦モンベリアルまで行き、 そこからイレーヌが国境近くの村まで行って試験を受け、その後国境を越えてスイスに入った。国境を越えた日はちょうどノルマンディ上陸作戦が決行された6月6日であった。スイスでは事前にフレデリックの協力によって逃亡していたポール・ランジュバンと再会した。戦後、イレーヌは子供たちとフランスに戻り、アントニーの家で再び、 フレデリックと暮らすようになった。イレーヌは研究を続け、宇宙から降り注ぐ高エネルギー粒子の問題に特に深い関心を示した。また、1946年にはアンドレ・ドゥビエルヌの後を継いでラジウム研究所の所長になった。一方で女性の権利拡大についても活動し、雑誌にコメントを寄せたり、集会で発表したりした。さらに、 1945年12月には、フランス原子力委員会の科学部門の責任者となった。委員会では、委員長となったフレデリックと共に、核の平和利用を解き、フランス発の原子炉となる増イの開発にも携わった。結核については、ストレプトマイシンの効果により改善し、健康状態は以前と比べると良くなった。1948年、イレーヌは、 ニューヨークに出かけた際、入国管理局に止められ、エリス島の交流所に一晩交流された。夫のフレデリックが共産党員だからという理由である。有名人であるイレーヌの交流はフランス国内で大きな話題となり、フランス当局は交流に対して異議を申し立てた。翌日解放されたイレーヌはユーモアを交えながら報道陣の質問に答え、自分は 共産党員ではないと主張し、さらに、ここでは、共産党より、まだナチスやファシストの方がマシだと思うらしいですからねと、言った。一方、共産党員であるフレデリックの立場は、フランス国内でも悪くなっていった。フレデリックは1950年、フランス原子力委員会の委員長を解任された。イレーヌも、その2ヶ月後、契約が公開されず、委員から外された。 1950年、ソ連はフレデリックに対して第一回国際平和賞を与えた。そのためイレーヌはフレデリックと共にソ連へ行き、クレム人での式に出席した。そしてこの旅行が原因で、イレーヌは数ヶ月後にイギリスに行こうとした時にビザを拒否された。イレーヌは1950年代、数度にわたり科学アカデミーの委、e、員に立候補した。これは、 かつて母のマリーが立候補し、そして落選した地位であった。イレーヌは挨拶回りなどもしたが、結果的に落選し、委員になることはできなかった。さらに、アメリカ科学学会にも入会を申し込んだが拒否された。イレーヌは、オルセイに新しい研究所を作ることに決めた。さらに、ソルボンヌとラジウム研究所での講義も続けた。体調は、 肺結核こそ改善したものの、長年の放射能研究により、常に疲労を感じ、見た目にも顔色の悪さが現れてきた。1955年、イレーヌはフレデリックとの共同論文を書いた後、年末にクールシュベルへ出かけた。クールシュベルでは、娘のエレーヌとその夫、息子のピエールだと過ごしたが、やがて体調が悪くなり、自宅のあるアントニーに戻り、 そのままラジウム研究所近くのキュリー病院に入院した。イレーヌは急性白血病と診断された。入院後、イレーヌは徐々に衰弱していった。また夫のフレデリックもこの時体調が悪化しており、病院に見舞いに来ても長い時間留まることはできなかった。イレーヌは病院で古くからの友人に死ぬことは怖くないわ。こんなに夢中で。 送った人生だもの。と言った。そして1956年3月17日、白血病により58歳の生涯を終えた。イレーヌは国葬により葬られた。また、イレーヌの死の2年後には、フレデリックも肝臓病により死亡した。イレーヌと夫フレデリックは、マリー・キュリーが発見した元素であるポロニウムを抽出し、この資料を使って様々な実験に取り組んだ。 1930年、バルター・ボーテとヘルベルト・ベッカーは、ポロニウムから放出されるアルファ粒子がベリリウムと衝突すると、ベリリウムは非常に貫通度の高い放射線を出すと発表した。この論文を読んだイレーヌとフレデリックは、早速この事実を実験により確かめ、そして、この放射線は水素を含む物体から陽子を追い出すと発表した。 しかしジェームズ・チャドウィックは二人の発表に疑問を抱き、追試して追い出されるのは容姿ではなく中性子であると主張した。このチャドウィックの主張は他の物理学者によって確かめられ、チャドウィックは後に中性子の発見によってノーベル物理学賞を受賞した。結果としてイレーヌとフレデリックはあと一歩のところで大きな業績を逃すことになった。 イレーヌとフレデリックは1933年、ポロニウムをアルミ箔のそばに置くと、アルミから非電子と中性子が飛び出してくることを発見した。二人は1933年のソルベイ会議でこの実験を発表したところ、リーゼ・マイトナーから自分は同じ実験をしたが、中性子は見つからなかったと反論された。当時から名の知られていたマイトナーからの反論は二人を落ち込ませたが、 会議に参加していたニールス・ボーアラの励ましもあって、二人は実験を続けることにした。1934年、二人は実験によって、やはり中性子は発生していることを確かめた。さらにその上、ポロニウムをアルミニウムから遠ざけると、中性子の発生は止まるが、要電子は変わらず発生し続けることを発見した。アルミニウムの安定した原子から陽子が出てくることは、 ありえないので、これはアルミニウムが放射性原子に変化したことを意味する。二人は研究をさらに続け、この反応によってアルミニウムの一部が放射性のリンに変化したことを確かめた。すなわち、この時の反応は以下のようになる。さらに、この時に発生したリンは半減期約3分で非電子を放出し、シリコンに変化する。 1930年代後半、科学者の間では中性子を使って新たな元素を作り出す研究が始まっていた。きっかけとなったのは、イタリアのエンリコ・フェルミによる実験であり、その後、ドイツのリーゼ・マイトナーも、同僚の夫・ハーン、フリッツ・シュトラスマンと共同でこの研究を始めた。イレーヌも、この研究に取り組み、1937年、ウランから、 半減期3.5時間の新たな放射性物質を発見した。イレーヌと共同研究者であるパベル・サビッチは、この物質はトリウムの同位体であると発表した。マイトナーは、この結果に疑問を抱き、追試して、この放射性物質は存在しないことを確かめた。マイトナーはこのことを手紙に記し、イレーヌに送った。またハーンも、イレーヌの実験を評価せず、学会で、 フレデリックに会ったとき、君の妻を批判することは許されないのだが、しかし間違っている。彼女にそう言ってくれ、と伝えた。イレーヌは一旦この説を取り下げたが、1938年、この物質はランタンに近い性質を持つと、改めて発表した。このとき、マイトナーはナチスから逃れるために亡命していた。ドイツに残っていたハーンは、イレーヌの論文に興味を示さなかった。 しかし、シュトラスマンは論文を読み、イレーヌが新しい発見をしたことに気づいた。こうして、マイトナー、ハーン、シュトラスマンの三人は、この件に関して研究することにして、その結果、ウランの核分裂についての理論を打ち立てることになる。またも、あと一歩のところで栄誉を逃したイレーヌは、ハーンとシュトラスマンの論文を読んで、私たちはなんて馬鹿だったの。と言い、 フレデリックと共同研究しなかったことを悔やんだ問い。子供の頃から社交的ではなく、その点においては妹のエーブと対照的であった。服装や化粧に気を使わず、ノーベル賞の式典でも、周りの女性が着飾っている中で、宝石や装飾品を一切つけずに参加した。また、他人には笑顔を見せず、ぶっきらぼうな態度や言葉遣いで、 人と話をしている時にスカートの中からハンカチを取り出して鼻を噛むなどといった行動は研究所を訪れた人たちを驚かせたただし家族や親しい友人のいる時にはくつろいだ表情を見せたリーゼ・マイトナーはイレーヌは一見したところ不愛想と言ってもいいくらいだったので気持ちの温かさを理解できた人はごくわずかでしたと語っているラジウム研究所の研究員は イレーヌに話があるときは、面会の約束をしなくても、いつでもどんな時でも会ってくれたと証言している。妹のエーブも、姉は、落ち着いて、いつも機嫌が良い人でしたと述べている。形式的な儀礼を嫌い、親しくない人と挨拶するのさえ嫌がった。エーブは、姉は一度も嘘をついたことがないと証言している。招待状に、断りの返事を出すとき、秘書が、 残念ながら応じることができませんと書くと、イレーヌは、私は少しも残念に思っていないと言って書き直させたこともある。夫フレデリックと同様に、政治的には左翼的な思想に理解を示し、フレデリックはフランス共産党員だったが、イレーヌは婦人同盟員だった。自身は政治的な思想は、祖父、ウジェーヌの影響が大きいと述べている。なお、 イレーヌは、生涯、教会に行くことはなかったが、これも、ウジェーヌの影響によるものである。またイレーヌは、自分は、母マリーよりも父ピエールに似ていて、だからこそ、母と良い関係でいられたのだと述べている。フレデリックは、ピエールについての話を人から聞いたり文章で、読んだりた上で、イレーヌは、純粋さ、良識、落ち着きなどの点で、父親の生き写しであると判断している。 母、マリーの教育方針もあって、幼い頃からスポーツとは身近だったが、その中でもハイキングや水泳を好み、近所の子供たちに泳ぎ方を教えることもあった。フレデリックの元で研究していた物理学者の湯浅敏子は、イレーヌについて、感情を外に表すことを極端に嫌われ、一見冷たいように見えるが、うちには大変繊細で豊かな感情を持っておられると、 述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。